水瀬くんのおかげだよ。そうそう、寮母さん偉い。おばあちゃん言ってたよ、葵くんはよくやってくれてるって。そのおかげだと思うよ。来た失礼します。冷蔵庫お届けに上がりました。はいよ。電車乗り遅れちゃうよ。いいな、私も行きたかった。会長の私がお留守番なんてしょうがないじゃん。今日は小鳥あんちゃんとこの手伝いがあるんだから。分かってるわよ。急がないとね、私らの計画。のデータと照らし合わせてみたけど、今年の気象条件はモーニンググローリーの発生した年によく似てる。来るかもしれないのね、今年の夏に。可能性はあるってこと。時のことなんか考えるだけ無駄だもん。来ると信じて前へ進みましょう。超大型の台風だそうだ。すでに西の方じゃ暴風雨の被害が出ている。というわけで午後からは休校。寄り道せずにまっすぐ帰れよ。外すごいよ。ほらほら、木の枝があんなにしなってる。あんたね、子供じゃないんだから台風ぐらいではしゃぐんじゃないの。うん、ほっといてよ。じいわき肉踊るじゃない。それは子供の頃の話でしょ。へえ、アゲハってそんな子だったんだ。昔はよ。今はもう大人ですから。うん、何よ。今度こそ飛ばされちゃうかもね。私も手伝いに行くよ。いつもお世話になってるしね。そこの皆さん、少し聞きたいことがあるの。あなた方ソアリング同好会の皆さん。長じゃなんだから、生徒会室までご同行願えないかしら。どうしよう。それは今じゃないといけないのかしら。外は台風だし、先生から寄り道せずに帰るよう言われたばかりなの。時間は取らせないわ。軽い質問にイエスかノーで答えてもらうだけでいいの。ねえ、さっきのあかりさんの話ってやっぱりあれかな。どうするの？どうするのこうするの、しらばくれるしかないでしょ。だよね。もしバレても堂々としてりゃいいのよ。